介護士と保育士の夫婦デュオリズミカルガスの雑草男ドンドンパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。ヒュー、紫色草、みんなで介護予防を無理せず楽しく活性化。はい、本日のテーマはですね、春の小川で歌体操。はい、春が来た。いや、ちょっとややこしい、ややこしい。今日春が来てんけど、春が来てんけど、歌は春の小川ね。春の小川はさらさら行くよ。はい、その歌を歌いながら体操をね、合わせていきたいと思いますが、まずね、参加者の皆さんと一緒にこう歌詞のね、確認をしながら、こうトークしながらね、もう皆さん、自分が例えば歌詞忘れてても、あの参加者のもう高齢者の方、皆さんこの春の小川みんな歌詞ずっとめっちゃ覚えてますから。春の小川は、次何でしたっけ、さ、サラ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 行くよ、岸の、すみれすみれと、もう一個蓮華の花に、姿、いやいや優しく、もうね、どんどん出してくれはるから。それでまず歌詞の確認しまして、実際にまず手拍子と足踏みで笑顔で歌いましょう。それでは一、とりあえず1番だけ、春の小川、足踏み手拍子で大合唱いってみましょう。3、はい。春の小川はさらさら行くよ、岸のすみれやれんげの花に、姿優しく色美しく、酒よ酒よとささやきながら。はい、まあもうこれね、手拍子と足踏みで歌うだけで、もうこれだけでももうね、気分も高まりますし、なんかこうね、脳も活性化しますし、こう元気ね、湧いてくるんですが、今日はそこに体操をドッキングしていきます。4種類の体操を合わせていこうと思います。まず次は、そしたらその体操の確認します。1つ目、このゆーらゆーら、フラのフラダンスのような、この優雅な滑らかなゆーら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 、はい、これね。はい、2つ目の動きは手拍子、パンパカ、花が開いた、パンパカパカパカ、春ね、お花が開花するイメージ。はい、続いて3つ目、春が来るので冬からこう耐え忍んで春というイメージなんで、次の動きはこうグーにして、手をグー、皮もグー、体もグー、グーからパー、グーからパー、パーの時は手もパー、心もパー、顔もパー、もう手とね、顔をパーってやったら自然と心もパーとなりますから、グーパー、はい、この動きね。そして最後4つ目の動きはですね、春満開、桜満開、花満開のイメージで、このサイドに両手を置いて、こっから大きく円を描く、半円を描く、そして U ターンしていく。はい、もしこれで肩関節をかなり動かしますので、ちょっと痛い方などいらっしゃいましたら、もうこれでもいいですね、これでもこの辺でね、こう、はい、その4種類を歌を歌いながらドッキングさせていきますので、ちょっとね、次は足踏みなしにして、歌を歌いながら今の4種類ちょっと合わせてみますね。はい、いきます。春の小川歌体操いってみよう。せーの。春の小川はさらさら行くよ、岸のすみれやれんげの花に、姿や
優しく色美しく酒よ酒よとささやきながら春が来たという感じで、どうでしょうか、これからね歌体操もいろいろね、季節の歌とかもう皆さんが知ってる唱歌で、同様でこう楽器も使わずにできるような感じの歌体操いろいろね、こう作っていきたいなと思っておりますね、なかなかこれは一回一発目の作品としましてはなかなかいいかなと思っておりますがいかがなもんでしょうか。またコメント欄の方でねなんかこうご意見とかもういい、最高だねっていうもう称賛の声をねお待ちしておりますそれでまあ、ここまでね、見てくださった方のためにこの2番もねいい歌詞なんですよ。で2番もほとんど振り付け一緒なんですけども、2番の歌詞が、春の川さらさら行くよ一緒やろ、ここエビやエビ川エビね、エビやメダカメダカやコブナの群れに、ここのところだけ1番は花だったんでポン花ポン花ってイメージ通りなんですけども、この生き物春の生き物これをどのように表現しようかと高さん悩みました。悩みましたけどもいいのがありました。これです。ドンパンキツネ、もうねこれで全部表現できますよ。ポンこれキツネちゃうエビピチ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 エビ、ドンメダカメダカイラ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 メダカ、ドンコブナスイ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 コブナね、万能ですよこのキツネポーズは。ということで、そこの部分はエビやメダカやコブナの群れにで合わせていきます。そうするとねこの指先のまあこれもね指先のこうグーからパーになってますけど、このキツネもねやっぱ指先の運動になりますからより、脳の活性化にも効果が期待できると思いますので、さあそれでは最後1番から2番通してやって回りたいと思います。それでは春の小川歌体操行ってみよう。せーの、春の小川はさらさら行くよ、岸のすみれやレンゲの花に姿優しく色美しく酒よ酒よとささやきながら、2番春の小川はさらさら行くよ、エビやメダカやコブナの群れに今日も一日日向で泳ぎ遊べ遊べとささやきながら春が来たね。そんなわけで皆さんもね、体操してより体も心も元気になって春を満喫していきましょう。一緒に春を満喫しましょう。それではまた会いましょう。さようなら。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽
陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい、